北海道出身24歳金子大地です。アミューズオーディションフェス2014で入りました、はいはい、何もやりたいことがなかったので北海道で芸能のオーディションがあるってすごく珍しいので、なんかノリで受けてみようかなみたいな、はい、最初なんかただ名前言って自己紹介だけだったんで、でなんか最後自己 PR でなんか自分の持ってるものを披露するみたいなあれで、何もないなと思って、まあバスケやってたからまあバスケでいいか、いやーわかんないっす、はい、他と違ったところで言えばツイッター見てあやってるんだと思って行って、行きのバス乗ってた時にそのツイートが1時間とか2時間前で、え嘘でしょと思って行ったら、もうオーディションフェスの旗とかスタッフさんがやってる状況で、だから逆に分かんない、目立ったんですかね。 あ嬉しかったです。親に受かったって言って、うん、よかったじゃんってオーディションに受けに行くときはなんか報告したりしてたんですか？いや、しないで行って、あの合宿審査があったんですけど、はい、僕が受けたオーディションもその合宿審査で、あ東京行ってくるわみたいなこと言ったら、受験だと思って頑張れって言われましたそうだね、いやいっぱいありましたね。やっぱり田舎から出てきたんで東京の人の多さにも慣れませんでしたし、一人暮らしっていうのも初めてだったんで、最初はちょっとホームシックありましたけど、でも今は楽しく過ごしてます。東京で出会った友達だったり、その周りにいるマネージャーさんだったり、そういう人たちがすごく、なんて言うんだろうな、いい人だったから良かったなと思いますね。見られる仕事というか、人とちょっと違う特殊な仕事だなとは思ってて、でも毎回毎回いろんな作品ごとで出会う人も違いますし、うん、なんかそこが面白いなと思いますね、はい、少しでもね、そういう芸能っていうか、なんかこう興味がある人はみんな受けたらいいんじゃないですかね。なんか自分にそんな才能がないって思って見てる人が実はそのすごい個性がある人もいると思うので、なんかとにかく誰でも受けたらいいんじゃないかなみたいな、そんな感じ。